東海バス、下田営業所は、静岡県下田市にある東海バスの営業所。東海自動車グループ創業の地の一つである下田、稲取地区の路線を主に担当する。以下の路線を運行している。東伊豆町発着河津町発着下田市発着各自治体から委託を受けて以下の自主運行バスを運行している。東伊豆町自主運行バス、河津町自主運行バス、南伊豆町自主運行バス、下田市自主運行バス、伊豆急下田駅を起点に下田港や下田海中水族館、下田ロープウェイなどの下田市内の観光地を巡る定期観光バス、下田名所巡り遊覧バスを運行している。午前コースと午後コースがあり、午前コースはさらに季節ごとに異なるコースに分かれている。なお、2020年3月14日より、東日本旅客鉄道、伊豆急行の特急列車、サフィール踊り子が運行開始したのに合わせ、下田名所巡り遊覧バスに使用する車両に、同列車と同じデザインのラッピングが施されている。株式会社南伊豆東海バスは、かつて存在した小田急グループ、東海自動車の子会社である。本社を静岡県下田市、陶器町の本店を静岡県伊東市に置いていた。ありがとうございます。